はい、皆さんこんにちは。栄養家の小藪です。皆さん、夏休み楽しんでますか？本日は、サマーリーディングの2、Typhoons and Life in Okinawa を読んでいきましょう。ね、自分で読める人は大丈夫ですが、ね、ちょっと苦手だなという人はね、一緒にこの動画を見ながら読んでいきましょう。それでは、頑張っていきましょう。はい、それでは2番の Typhoons and Life in Okinawa、 沖縄の台風と生活、こちらを見ていきましょう。まず、ファーストパラグラフ。 The biggest concern for visitors to Okinawa during the beautiful summer season is the typhoon。 はい、旬は長いですね。これはここまでですね。 The biggest ですから、最も大きなコンサーン、コンサーンは心配とか気がかりなことですね。 For visitors、 もちろん訪れる人、 For はにとってとかね、 To 沖縄、沖縄に、During the beautiful summer season ですから、美しい夏の季節の during はね、なんとかの間にとかね、美しい夏の季節の間に沖縄に訪れる人にとって最も大きな気がかりなことというのは、Is the typhoon。 はい、台風なんですね。 Between June and October, an average of 8 typhoons approach Okinawa every year。 Between はね、2つのものだよね。 Between A and B です。もちろん6月と10月の間ですね。6月と10月の間に、 An average of 8 typhoons、 ここまででしょうね。で、 An average of、 average は平均だからね、これで平均してってことです。平均して8個の台風が approach 沖縄、沖縄にアプローチはね、近づくってことかね、まあ接近するとかね。はい、エブリエですから毎年です。毎年6月から10月にね、平均して8個の台風が沖縄に接近してきます。 The people of Okinawa have always arranged their living to prepare for these typhoons。ね、沖縄の人々は Have always、 常に Have arranged ですから、アレンジは整えるところですね。なんとかを整えてきてるところだね。They are living ですから、まあ、生活、暮らしだね。自分たちの生活や暮らしを整えてきています。To prepare for these typhoons ですから、prepare for は何々に備えるだね。なんとかに備えるためにだね。不定詞ですからね。で、these typhoons ですから、これらの台風だね。沖縄の人々は、これらの台風に備えるために、自分たちの暮らしを常に整えてきています。はい、では、セカンドパラグラフ見ていきましょう。
If you visit an old Okinawan settlement, you will see houses surrounded by protective stone walls made with Ryukyu limestone or coral. まず、if 説がここまでだね。If you visit an old Okinawan settlement. Settlement というのはね、ノーツに書いてありますが、集落のことですね。セトウとはね、定住するって意味だからね。沖縄湾ですからね、沖縄のところだね。沖縄の古い集落を訪れたら、You will see houses. これは、see 目的語過去分詞形ですね。はい。これは、比較動詞ですね。つまり、家が、サラウンディーですから、囲まれてんだね。家が囲まれてるのを、you will see。見るでしょう。はい。で、場合ですからね。何々によって囲まれてんだね。protective stone walls。はい。protective ってのは、プロテクトは保護するだからね。これは防護用のとこだね。防護用のストーンウォールですから、石垣ですね。防護用の石垣によって囲まれているのを見るでしょう。はい。この後ろにメイドがありますね。過去分詞形ですから、これはすぐ前のストーンウォールズにかかってきます。で、メイドウィズ、琉球ライムストーン、オアコーラをとありますから、ライムストーンというのは石灰岩なので、琉球石灰岩って言いますね。琉球石灰岩やコーラルはね、サンゴですね。で、メイドウィズは何々を使ってとかね。で、作られた。ってことですかね。琉球石灰岩やサンゴを使って作られた防護用の石垣によって家が囲まれているのを見るでしょう。ってことですね。You will also see large fukugi trees planted around the houses. You will also. ね、またとですね。また見るでしょう。はい。何を見るかというと、large fukugi trees. ここですね。大きな fukugi の木。くぎの木というのはね、この下にありますね。写真にありますが、こういう木なんですね。はい。これが、プランティド。植えられたところだね。で、アラウンズハウスだから、家の周りにだね。また、家の周りに、大きなフクギの木が植えられているのを見るでしょうとですね。フクギ plants take a very long time to grow, but they are very strong. フクギ plants。フクギという、まあ、plants は植物ですね。フクギという植物は take a very long time to grow ですから、to grow 成長するのに、take a very long time とても長い時間が、take はね、かかるんですね。かかります。
で、but、しかし、they are very strong。ね、もちろんこの they はね、複義プランツですよね。はい。これは very strong。very strong ですから、とても強いんですね。Together with stone walls, these trees protect the houses from the fierce winds and rain of the typhoons. はい、まずここまでだね。Together with なんとかと一緒にってことだからね。まあ、この場合は、よいしょ。なんとかと共にとかね。その石垣と共に these trees。これらの木は、もちろん複義、trees だね。これが protect。保護するんですね。もちろん家をですね。from the、もちろん何からですね。fierce winds。fierce のはね、激しいって意味です。激しい風や rain、雨ですね。はい、もちろん台風のですね。石垣とともに、これらの木が台風の激しい風や雨から家を守ってくれるんですね。はい、それではサードパラグラム見ていきましょう。In the past, the roof tiles on the houses were sealed together with stucco to prevent them from being blown away in typhoons. In the past. はい、これパスタ過去だからね。昔はってことですね。昔は、the roof tiles on the houses。ここまでね。roof は屋根だよね。屋根のタイル。文字通り、屋根のタイルですよね。ってことは、これは、ね。いわゆる瓦ですよね。漢字で書くと、こうですね。ですから、瓦。ですから、on the houses だからね、家の瓦が were sealed together with stucco。はい、まあ、そこまでね。これは、ノーツに書いてありましたね。sealed together with stucco。stucco ってのはこれは、漆喰なんですね。漆喰で seal。ね。これは、塗り固めるって意味なんだね。ですから、were sealed ですから、気になってますからね。塗り固められたとかね。はい。で、その後ろが to prevent them from being blown away in the typhoons。prevent from ですね。はい。何々が何とかするのを妨げですよね。この場合、to prevent だからね、妨げるためにだね。で、この them はですね、これは、これだね、the roof tiles ですよね。瓦が being blown away。これは、原型は blow だよね。blow away。blow away はね、いわゆる、吹き飛ぶんだよね。で、being blown away。ですから、これ、気味になってますかね。吹き飛ばされるんですね。吹き飛ばされるのを防ぐためにだね。もちろん、in the typhoon だから、大
台風でですね、昔は家の瓦が台風で吹き飛ばされるのを防ぐために漆喰で塗り固められていました。 Nowadays, houses with traditional red roof tiles are not as common as before. Nowadays,、はい、Nowadays はね、近頃ではとこです。これはね、先ほどのこの in the past に対して nowadays ね、昔はこうですが今ではとこだね。はい、houses with traditional red roof tiles、 ここまでだね。はい、この with はね、なんとかを持つ家とかだね。traditional ですから伝統的な、レッドルーフタイルズですから赤い瓦屋根ですね。瓦屋根を持つ家は not as as だね。これはなんとかほど、なんとはないとかね、以前ほど、コモンはね、普通の一般的なとこだね。以前ほど一般的ではないとこだね。はい。The red and white tiles on the houses, bathing the brilliant rays of the summer sun, are beautiful sight to see. はい、これは、格好してみましょう。ここから、ここはですね、これは分子構文が挿入されていますね。この全体を見ますと、これが S ですね。で、これが V です。これが C だね。はい。で、この括弧の部分が挿入されています。The red and white tiles on the houses ですから、家々の赤と白の瓦は beautiful sight to see、 美しい sight は光景だね、美しい光景ですとかね。まあ to see はね、見るべきってことですかね。見るべき美しい光景とこですが、まあそこはね、いいでしょうかね。で、過去何見ましょうか。bathing、 発音注意してね。これは bathe ね。はい。これ原型はちょっと書いておくね。bathe ね。これ a です。はい。これは浴びるとこだね。はい。お風呂のバス。これはバースですからね。ね。はい。ね。動詞と名詞なので注意してください。ね、スペルと発音変わります。何を見ているかというと、brilliant。これは輝いてるんですね。輝かしい。rays は光ですね。まあ、この場合、日差しですかね。はい。サマーズさんだから夏の太陽ですね。夏の太陽の輝かしい日差しを、まあ、浴びながらってことかな。家の白と赤の子ね、瓦がね、夏の太陽のね、輝かしい日差しを浴びていて、とてもそれは美しい光景なんだってことかな。It is a very tropical, uniquely Okinawa landscape. それはとても tropical。tropical はね、南国的なとこだね。で、uniquely、
では、独特の、まあ、特有のとこだね。沖縄特有のとこかな。はい、で、ランドスケープは、景観とこだね。まあ、沖縄ならでは、のとこだな。とても南国的で、沖縄ならではの景観なんですってことだね。はい、では、フォースパラグラフです。The typhoon is also very important for the people in Okinawa because it brings much needed rain. まず、because の前までね、さらし入れていきましょう。はい、also、ね、なんとかまたです。はい、で、for the people in Okinawa。沖縄の人々にとって台風はとても重要なんです。はい、なんでインポータントかというと because it brings much needed rain、はい、もちろんこの it は台風だよね。台風は bring 持ってくるんですね。まあ、もたらすってことかな、言葉でね。で、何をもたらすかというと、much needed rain。はい、これはノーツに書いてありますけども、待ち望んでいた恵みの雨なんですね。文字通り訳せば、たくさんの必要とされる雨ってことだからね、はい、これがブリングされるというわけですね。なので、台風はインポータントなんですね。沖縄 has no large rivers or lakes. So, if the summer season doesn't bring enough rain, there is a shortage in the water supply. 沖縄 has no large rivers or lakes. ですから、大きな川や湖がないんですね。そう、だから、If the summer season doesn't bring enough rain, 夏の季節が enough rain だから十分な雨を doesn't bring ですからね、もたらさなければ there is a shortage in the water supply、ね、shortage ってのは不足ですよね。で、in the water ですから水のだね。水の supply はこれは供給です。水の供給における不足が是愛座がね、あるというわけですね。沖縄は大きな川や湖がない。だから夏にね、十分な雨がこうもたらされないと水の供給において不足があるんですね。まあ、要は水不足になってしまうんだね。Fortunately, in recent years, a number of large dams have been built, so problems with the water supply have decreased. Fortunately, はい、fortunately は幸運なことにとかね。はい、in recent years, はい、recent は最近だからね。まあ、近年ではとかですね。幸運なことに近年では A number of large dams have been built. この A number of large dams ね、はい、これはイコール many です。数が多いと使いますね、はい、たくさんの
大きなダムが Have been built ですからね、建設されてきています。 So だから Problems with the water supply、 ここはね、水のサプライ、さっき言ったね、水の供給ですよね。で、このウィザーね、に関するところかな。水の供給に関するプロブレムス、問題は、have decreased。はい。decreased はもちろん減るんだね。減少してきています。Still, Okinawan homes often have large water tanks on their roofs in case of water supply shortages. Still, still は今でもとこですね。Okinawan homes、はい、沖縄のホームズですからね、家ですね。沖縄の家はOften, よく have large water tanks, 大きな水のタンクが、これは on their roofs ですから屋根の上だね。にあるんですね。はい、屋根の上に大きな水のタンクがあるんですよね。In case of water supply shortages. はい。はい。In case of はね、なんとかの場合に備えてどうですね。もちろん水の供給不足ですね。水の供給不足に備えて。屋根の上に大きな水のタンクがよくね、沖縄の家にはあるんですよとこですね。ちょっと見づらいですが、この沖縄の家ありますね。この上に、はい、見ますね、これね、ウォータータンクね、ほらね、どの家にもありますよ、これね。はい、ね、これは皆さんね、修学旅行に行った時にぜひね、あの街並み見てくださいね、沖縄の街のそれぞれ家の、ね、屋根にはね、このタンクがありますので、ぜひね、実際に見てみてくださいね。はい、お疲れ様でした。後ろに見えるこの絵はですね、沖縄の街並みです、ね、本文にも出てきたあのウォータータンクが見えますかね。実際皆さんがね、修学旅行に行った時に沖縄の街を見るとね、こんな形で屋根の上にはね、あのタンクがありますから、ね、実際に見てくださいね。それではまた近いうちお会いしましょう。 See you!